炊をしてない。どうも皆さん、こんにちは、中林です。皆さん、おはようございます。私はですね、本当に荷造りが終わらなくて、一睡もできず朝をちょっと迎えてしまい、まだお風呂も入れておりません。そしてこういう感じです。まだ蓋も閉めておりません。とりあえずですね、今日はですね、私 Go to Paris になるんですね。とりあえずパスポートと財布と携帯、とりあえずこの3つだけ忘れないようにして迎えたいと思います。今回はですね、初めてのパリでのファッションウィークということで、ちょっと気合が入りすぎておりますので、私の相棒のレイちゃんではなく那須大先生をヘアメイクさんとしてこう同行していただこうと思いましてですね、とっても愉快な仲間たちとの旅になると思いますのでですね、このディオールさんの可愛い可愛いバッグを持ってですね、そして都会くんからのプレゼントのこちらゾウさんを持ってですね、コーチをパレスしていきたいと思います。はい、ということでですね、今お風呂に入って、ちょっともう出発時間なんですけども、トカゲくんが起きてこないから、ちょっとおはようの挨拶をしたいと思います。まだ寝てる。どうしよう、かわいそうかな、起こすの。でも1週間ぐらいないんだよな。行ってきます。行ってくるね。頑張ってね。うん、バイバイ。玄関までは来てくれないんだ。普通さ、起こすしてほしいと思うかな。どうしようどうしようどうしよう、起こした方がいいと思う。どうしようどうしようどうしよう、起こそうかな。いっか、とりあえずテレビ電話で。はい、とりあえず私はレッツゴーします。おはようございます、那須陽子さんです。おはようございます、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと一回パスポート確認させて。やばい、あるあるに決まってるじゃん。あ、更新済みのニューパスポート、ご利益がある。ご利益が海を渡るぞ。今回は何もトラブルが起きませんように。お参りお参り、お参り、全く見えません。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ここからは中リース先生と中レイナ先生のアフレコタイムです。よろしくお願いします。ということでですね、今からビジネスクラスのお食事を持ってまいりますね。よろしくお願いします。ということで、こちらの棒みたいなやつ超うまいの、マジでうまい。そしてね、今回のね、 ANA のね、飛行機がね、なんかね、環境にエコのやつですみたいな感じで、緑のさ、後ろにほらシートあるでしょ、なんかね、エコですみたいな、 SDGs、 私は SDGs よで、ステーキ食うんだから。ということでね、もうね、今回この時さ、一睡もしてないで出てるからクソ眠かったな。そしてね、見て、すっごいさ、もう人がね、人目につかないところでもう踊り狂おうみたいな感じでね、トイレに入ったんだけど、そしたらね、トイレに窓があったの。やば、やばくない。でさ、ほら見て、すごい外見ながらさ歯磨きできるの、すごい、もう最高でしょ。最高じゃないかな。そうそうそう、だからさ、普通にね、もうこうやってね、マウスウォッシュだったり、いろいろね、歯磨きだったりね、いろいろな付属品でね、私はね、もうちゃんとお眠りセット持ってきて、ほら見て、お眠りセットがポンポンプリンなんだから、これね、ファンの子からいただいたの、ありがとうございます。ということでですね、ほら見て、私は忘れてないわよ、この間のパッキング動画で言ってたでしょ、私はちゃんとナイトキャップをかぶるって言って、こうやってね、見えるんですよ、隣の人からも、この中リサ先生がこれをかぶってる姿は見えるんですけども、そんなの気にしないだから、女優はもうこんな真っ赤っかなやつもして、こうやってですね、いっぱいいっぱいなんか美容の感じでやってですね、そしてパックをちゃんとしますよ、一応気を使って透明なパックにしたんだから、ほら見て、もうちゃんと やってたから、私は見て、すごいでしょ、どう思いますか、中玲奈先生。いや、さすが気抜いてないね。でしょ、女優じゃん。女優なの、だから女優だからね、ちゃんとね、ほらこうやって、もう汁もね、一滴もあれもしませんよみたいな感じでベロベロに塗り、ほら肘にも見て、肘の黒ずみはノーノーノー、女優人生ということでですね、はい、おやすみなさいのもう準備ですよ。これで、はい、パックが一通り終わったら、こちらのポンポンプリン先生のアイマスクとですね、こちらも顔が見えない、これだったら中里さんって絶対わかんないでしょ、いい感じでしょ。そしておはようございます。ずいぶんと寝た時にですね、ちゃんと漢方持ってきてるんです、偉くないですか、すごい。さすがじゃん。これ完全にさ、朝の私じゃない、あ、確かこんな感じでしょ、家の私で見て、やっぱりジャパニーズはもうライスだよねということでですね、可愛いライスちゃん のお食事、朝ごはんセットを頼んでですね、私は食べるんですけども、これトカゲくんからもらったこちらのお土産のダンボもちゃんと持ってきたよ、偉いでしょ。そしてはい、もう注文だ。おはようございます、着きました。私のメル
スベスベスに乗りましょう。すっごい寒いね。寒い。マジで日本のちょっと朝って感じの寒さじゃない、はい、鼻がツーンって痛くなる。エッフェル塔ですよね、あれは。そうです。若干頭だけ出てるんですけど、あれだけで気づけた。私すごくない？よっぽど憧れだったんですね。やばい、もう憧れの、ね、すごい。こんなに混んでるなんて、道がこんなに混んでるなんてね。工事中でもうパリが4分の3一周する路面電車が出来上がったんですけど、この西側のそのあと4分の1がね、できてないんで、それの工事です。それからこの地下の電車は完全に無人電車、運転しません。あ、そう。え、嘘。すごい。郊外からね、パリ市内を全部無人で通しちゃうっていう。何でもできるんだよね。はぁ、見て、凱旋門。ほら、赤い石畳になってますでしょ。あ、本当だ、本当だ、本当だ。若干薄い赤。小豆色。小豆色です。わぁ、すごいよ。今日超いい天気で、めっちゃすごい。すごい。うわ、本当に伸びてる。でかっ。ここがシャンゼリーゼ通りね。はい。あ、ディオール先生がありますって言ったことですか。ディオールの新しい事務所は本当だ。すごい。皆さん、ディオール先生のですね、ホテルに着きました。皆様にちょっとね、このセレブ空間をご紹介したいと思ってですね、ルームツアーしますね。まずここが玄関ですね。玄関入ってですね、すぐお部屋につながるドアがあります。そちらを開けると、皆さんこういう感じです。すごいよ、キングサイズのベッドがあり、そしてこれは何ですか、何が入ってるわけ。本当にありがとうございます。こんなピンク頭のさ、浮きまくってるわけよ、このインパリで。ちょっと本当に日本だとさ、全然なんか自分が派手だとは思わないわけ。全然日本の基準服みたいな感じで、あ、なんかふんふんふんみたいな感じだったんだけどもさ、なんかパリ来たらさ、もう浮きまくってることがね、痛感するわけ。大丈夫かなっていう、ちょっとこう初めて自分が派手なことになんかちょっと不安要素っていうか、ん、大丈夫そうみたいな感じで、ということで、どん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 行きますよ。こちらも見てください。ウェルカムのお花でございます。リサ、中って書いてありますね。そしてこちらにもなぜかまた箱、何が入ってるの。そしてこちらにも、なんで待遇が良すぎて、本当に。そしてなんとですね、私が一番ね、目に留まったのがこちらです。やっぱり食いもんじゃん。この美味しそうなさ、マカロー先生がさ、ここにあるわけ。うわ、今見つけた。あのシャンデリアとかもすごいね。日本人として一番重要なのはバスタブがあるかどうかじゃないですか。こちらに、はい、ありますのか。はい、バスルームでございます。でん、ありました、バスタブです。しかもしっかり深め、最高なんですけど。それでこれ、シャワールームも別についてる。これがいいのよ私。そしてこちらのお手洗いです。これは何だろう、毎回思うんですよ私。ヨーロッパ来るとなんかね、絶対2個あるわけ。これとこれがあるの。本当にね、毎回謎なの。何なんだろうねこれ、マジで。うわ、ゲランじゃん。嬉しいな、ボディローションがゲランだよ。あ、男の匂い、大人の男。見て、シャンプーがある。ゲランゲランのシャンプー、高そうだな。うん、同じ匂い。あ、これ多分これあったかいやつだ。うわ、熱い。これね、ヨーロッパとかに来ると結構ある。洗濯物とかを洗って干す場所がないじゃん。だけどね、ここにね、ちょっと乾くようになってるこの鉄の、ちょっと熱いの、これめっちゃ熱いの今。タオルが多分使っても明日の朝ちょっと乾いてるみたいな、そういうなんかつるし棒。体育館の横にこういうのさあったよね。こうやって筋伸ばしだっけ、なんかこう身長伸ばしみたいな感じのやつさあったよね。こういう感じでルームツアーは終了いたしましたけども、ちょっとですね、私が次に気になっているのはこちらの大きいボックスじゃないですか。こちらの巨大なギフトボックス、こちらをちょっと開けていくよ。何が入っているの、ウキウキだ。まだ梱包包まれている。何が入っていると思う、みんなでウキウキワクワクして。ウキウキワクワク。オメガ、かわいい黄色の、なんて、だって私は黄色じゃない。うわ、かわいい。ねえ、レゴじゃん。すごい高級バッグ、すごい嬉しい。これは何がついてるわけ、ここは。あー、鍵をここに差し下げれるとこ見て、こういう感じになってる。
待って、私がさ一番最近になるのがさ、肩から下げれるショルダーがついてるかっていう、そういうことも気になってくるんだけども、はっ、ついております。うわーすごい。しかもちょっとこれさ、なんかメタリックみたいになってる、ピンク、かわいい。私もこれでモテる人生の第一歩。よし、あら、もうこれは完全に違和感ない。見て、みんな保育園バッグみたいな感じなんだけど、ディオールなんですから、この黄色。あともう一個さ、ギフトがさ、この2つ見てみようか。え、待って、びっくりしたんだけど、あなたは誰？レストノンノンノン。え、アレン様？ノンノン言ってるけど、すごい。待って、可愛らしい T シャツな、嬉しい。着させていただきます。絶対そう、これが T シャツってなったらさ、次に来るこちらはさ、サングラスサイズじゃない。私分かってるんだから、もう全部分かってるんだからね。おお、ほら、クリスチャンディオールって書いてあって、あ、オメガねえ、やっぱりなんか私のキャラクターのこと分かってるのかな。見て、大好き。ねえ、やばいじゃん。ちょっと待って、みんな、マカロンヌ先生を食べてないことに気がつきました。だから皆さんと一緒にいただきます。ボリアーインパリス。そういうことだよね。マジで大好き。うん、まっ、マジで幸せ。もうずっとこれがいい。ご飯を食べに来ました。とっても可愛い、見て、かわいい。不思議の国のアリスのさ、お茶パーティーみたいな感じの、最高。ごめんけど分かんない、難しいよ。これフランス語が書いてあるわけ。ナスちゃん、こういう時のグーグルじゃん。そうだよ、グーグル先生はすぐ使えるんだから。カメラ入力みたいなやつがあってさ、そうだよ、一部でできるんだから。もうどの国でも行けるから。どの、フランス語からの、ほら、こうやって。そうだよ。あー、行けました。行けた、すごい。こちらの上はフォアグラです、はい、で、その下はスモークサーモンですね。で、ライムのワッフルってやつです。え、超美味しそう。美味しそう。で、こちらはシーザーサラダと、うん、2番目がルッコラとパルメザンチーズのサラダ。いや、美味しそう。ここはサラダコーナーですね。サラダ、いいよね。おすすめって言ってたね。もう私、すぐデザート見てたわ。すごい、早くない？クリームもあって、いろいろありますよ。ミニッツバニラミルフィーユ、ミルフィーユ。何だ？ミルフィーユがあります。ミルフィーユ、ミルフィーユはやばいよ。いただきます。これ半分こしよう。はい。こういうパンが、すごいね。せーの、せーのは死ぬ。硬いよ、これは。歯が取れそうだよ。貴族の食事です。どう？フランスでの初パン。顎のトレーニング。どうしよう、明日の顎がでかくなった。でも美味しいよ。うん、なんかすごいヘルシーだね。私たちどうしたの。これにちょっと後でパスタが来るんですけど、ちょっと食べたいと思います。これツナたたきですね。日本語なの、たたきはね。で、これがツナタルタル。タルタル。こちらは普通のサンドイッチ。いただきます。うん、味がマジでヘルシー。うん、モデルみたいな食事だね。太らせてもらえないじゃん。寝ながらご飯を食べてな。急に喋んないな。だって眠いんだもん。頑張って、今何時だと思ってるの。あなた9時。日本は朝5時。そうだね。眠いに決まってるよ、マジで。すっごいパスタも来たんですけども、本当にですね、私は明日からモデルなんじゃないかってい う, こう塩分控えめの優しい味、美味しいよ。でも食べて、ニサボケになりながらご飯を食べてます。おやすみなさい。おやすみなさい。ほえ、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 ほということで、皆さん今日の動画を見てください。本当にありがとうございました。ちなみにですね、こちら前の動画でも言ったと思うんですけども、私が大好きな大好きなトカゲくんのディズニーランドのお土産です。かわいいでしょ。ちょっとね、エッフェル塔を見たぐらいしかフランスらしいことはしてないんですけども、ちょっと明日から動画でもね、の撮影だったりショーだったりいろいろ収めていこうかなと思うのでですね、頑張るよ。みんなに YouTuber だと思われてるから、私女優だし、こういうモデルみたいなお仕事もするんだよってことのアピール動画を撮っとくね。みんなよろしくね。 YouTuber だけじゃないんだからね、私。はい、ということで、もう眠すぎて秋が来られます。今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムと Twitter もやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。皆様また次の動画でお会いしましょう。おなかりつでした。トカゲくんのお土産のタンポでした。バイバーイ。
膝ボケる。